こんにちは。前に詰め将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は9手です。考えてみてくださいと。これは、なんかほぼ必然の手ばっかりなんで、簡単かなと。こんなところから打つのはほぼ意味がないんで、まあ別に取られてもつまないでしょうし、こう逃げられても全然ダメなんで、まあここはもうとにかく竜の横筋をスッと通したいとなれば、まあこの金、銀が効いてるんで、取っても意味ないんで、まあここはもう、3一馬が見えるかなと。これはまあここへの脱出も同時に防いでるんで、まあもしも逃げても角打てば詰んでるんで、まあこれは同金の一手と。まあこれで竜が横にスッと通ればもうあとはもう当然の王手を続けていくだけで、もうここから打ちたいから香を釣り上げると。でまあ金か銀なら詰んでますけど、まあ角なんで一旦隙間に逃げられますけど、まあ大丈夫ですね。ここに金が落ちてるんで。で、まあ、角は取られちゃいますけども、尻金で詰みということになります。ということで、詰め手順を確認すると、初手が3一馬、同じく金、1三桂、同じく香、1二角、1一玉、3一竜、1二玉、1一金までの9手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。